皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。8月11日、タレントのフワちゃんが芸能活動の休止を発表した。不適切投稿の被害を受けた、安子は、前日にフワちゃんさんのことめちゃめちゃ許してます。もう終わりましょう、と発信していた。しかし、フワちゃんは、 X で公表した声明文で、この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました、と綴り、騒動の責任を取るとしている。すでに、フワちゃんに関しては冠ラジオ番組、フワちゃんのオールナイト日本ゼロ、日本放送ほか、の打ち切りが決定し、レギュラー出演していた、行列のできる相談所、 日本テレビ系の公式サイトの出演者一覧からも削除されるといった対応が取られており、芸能活動は休止せざるを得ない状況でした。こうした対応がすぐさま取られた背景には彼女がテレビで見せてきたキャラクターさながらの応募ぶりがあったためとも聞いています。特に AD など現場スタッフへの当たりが強く、最近では番組の企画会議でも名前が上がらなくなってきていたそうです。 民放関係者。最近でも帰れマンデーミッケ隊、テレビ朝日系に久々に出演し、第五所歌手の三河健一を、呼び捨て、にしたことで、サンドウィッチマン伊達みきおに咎められる様子が放送され、業界内からも批判的な声が多く聞かれていた。そんな彼女のキャラの中でも代表的なものが、タメ口、だったが、今回、発表した声明文ではきっちりと、 敬語だったため、X 上では、フワちゃん敬語使えたんだね、といったツッコミが続出している。さらには彼女のキャラが、崩壊したことを受けて、今後の芸能活動への影響を指摘する声も、多く聞かれた。俳優とか芸人の交通事故とか不倫と違って、フワちゃんの場合は戻ってきてもあのキャラでもうテレビ出れなくね。まあもちろん同じキャラではやっていけないだろうし、 でもそのキャラじゃないとフワちゃんではなくなるわけで、さあどうする。フワちゃんが休んだところでどんなキャラで復帰できるというのこれまで多くの不祥事芸能人が復帰してきたが、いずれも昔のような活躍は見せていない。2016年に、ゲスフリンで休業したベッキーさんは、それ以前の明るいキャラクターから180度転換しましたが、 やはりバラエティタレントとしてのポジションを取り戻すことはできていません。アンジャッシュ渡辺健さんも同様に、2020年の多目的トイレでの不倫騒動以降は、反省キャラを貫いていますが、やはり地上波復帰には高い壁が存在している状況です。しかし、フワちゃんの場合は不倫騒動の二人に比べれば、ヤスコさんが許してます、と態度を示していることが異なります。 もしかすると、今後、ふわちゃんが復帰できるかどうかは、安子さんの行動次第になってくるかもしれません。芸能記者。まずは本名の、ふわはるか、に戻って、今後のことを考えてみてほしい。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。